は非常に距離を取って戦うのが上手いボクサーになります。一方高田は中に入りたい、このあたりの距離感ですかね。まあ、そういった意味では亀谷さん、はい、高田にとっては初防衛戦というよりもちょっとリベンジという意味合いの強い試合にはなります。そうですね、リベンジ、初防衛戦、まあ、ダブルの意味で、まあ、自分のしかかってきますよね。はい、ちょっと左が入りました中島です。中に入っていく高田、うん、左のフック、この左のフックは強いものがあります。この高田ユニ、この左のフック、ユニブローが当たる距離に入ってきました。だって 前に出てこられるのは嫌みたいですね。そうですね、高田選手のパンチはやはり当たってきましたね。当たってきましたね、距離詰めてきました。いいジャブですね、いいジャブ、下から突き上げます。身長差8センチ。どうしても KO が続くと力んだパンチ、パワーパンチをちょっと高田選手が狙ってしまうかもしれないんですけれど、はい、そうではなくて、ああいう左ジャブいいですね。アッパー狙ってきました、右ですね、中島選手、中島の右も入ってます。左を見せておいて、それを先頭にすることで、あの右が当たりやすくなりますね。うん、右を伸ばしていきます。今度はボディですね、はい、フェイントを入れてからボディ、ちょっとタイミングをずらしてきました。一応また右で いいです、ね、これはちょっと浅い当たりか、でも前に出るぞ高田、下を打っておいて上に返すといいんじゃないかなと思ったんですが、今左のカウント入ったかな、中島左の相打ち、右を伸ばして左、まあ、チャンピオンです。首をスッと殺しましたが、非常に印象がいいですね、高田選手の、はい、左を伸ばしていい左が入っています。チャンピオン右、中島選手、まあ、あの首をひねって殺しはするんですけど、状況にもよりますけどね、まあ、高田選手がしっかり右を打ち抜いているので、左が返し右に入った、これ効いたな、ね、効いた、身の振ってちょっとグラッときた、ね、中島グラッときた、いい右入った、効いた、さあチャンピオンチャンスだ。そうですね、ここはしっかり中島選手クリンチしたいですね。あ、ここはチャンピオン出る、パンチ力が増したチャンピオン出る、圧力をかける、初防衛戦 KO で決めることができるか、チャンピオン。まずジャッジ1社は49対46、残りの2社は50対45、3社ともに赤コーナー高田ユニ選手を支持しております。亀谷さん、中島はどう戦えばいいですかね、この第6ラウンド、ちょっとペースを落とした高田ちゃん。そうですね、高田選手がペースを落として、中島選手ちょっと、まあ、この左のジャブはいいんですけど、他のパターンがちょっと、このラウンドは、いいですね、右入ったー、ダウンだー、右入った、まっすぐー、尻餅をつきました、チャンピオン形勢逆転。右を見捨てないなと思ったんですけど、大丈夫か、ね、チャンピオン、さあ狙っていく、残り14秒、ここですね、中島選手、さあチャンスだ、4回連続の日本タイトルマッチ、さあ夢つかめるか、中島、高田選手は行かない方がいいですね。あ、まだ効いてるか、効いてますね。第6ラウンド、7年前に中島が勝った時には入り際カウンターの右だったんですが、今度はちょっとスタンディング、距離のあるところから伸びのある右ストレートでダウンを取りました中島です。高田選手、まあ、ダメージを回復する1分間になりましたが、はい、逆に言うと、まあ、中島選手が、まあ、その攻めるだけのスタミナを回復した1分間にもなりますから、なるほど、中島選手ここはどんどん行きたいですね、ちょっと気持ちの方もちょっと前に乗っている感じ、 そうですね、その表情を見せています中島です。ちょっとアッパーだ、アッパー、中途半端ですね、はい、右、さあ狙っていく、ここはちょっともう少し中途半端しないで、もう少ししっかり離れるかくっつくか、はっきりさせた方がいいですね。ちょっとこのラウンド始まる前にクリンチ自分から行きましたからね。前半は完璧に取ってきたチャンピオンの高田ですが、第6ラウンドにダウンシーンがありました。さあ迎える第7ラウンド、右のフック、アッパー、ちょっと当たるようになってきました中島の右。中島選手は狙いすぎずにもう少し左ジャブを使いたいですね。あ、そうですか、ちょっと右から行ってますね、はい、左フック、左のジャブ邪魔をして邪魔をして、これですね、これですね、まあ、前半のポイント差を見ますと、第6ラウンドでダウンを奪われたとしてもまだこうポイントの上でリードしている可能性が高いということもあるでしょう。でも残り3ラウンドあります。チャンピオン、赤いグローブの高田がいてる、その右です、怖い右ですね、いい振り抜きしてますね。打ち終わりはこの中島も狙ってきています。ボディからパー、中島、中島選手近い距離行きましたね、インファイトできました。右だ、パンチ、怖い右ですね、ちょっと前に出てきませんと、中島の方もどん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 出てきます。あー、ビッグカウンター、チャンピオン左からですけれど、カウントもらっちゃいましたね、右入りました。ですから中島選手ボディです、悪くはないですよ、右、左に入った、右を伸ばしたチャンピオン、高田選手も気持ちが乗ってきてますね、はい、
右の出しです。これはかわします。おー、右だ、左だ、効いた、チャンピオンの右入った、左じゃなくて右が入った。さあ連打だ、さあどうか、巻いてるぞ、下がる、中島下がる、懸命にクリッチ、フリオドックチャンピオン。さあチャンピオン倒せるか、左のフック、一発で簡単気をつけたいですね、高田選手も。おー、右入った、チャンピオン、中島選手効いてるようで強いのは返せないんじゃないでしょうかね。左のフック、イリブロー入ってる、イリブロー入ってる、残り51秒、右入った、ここはたまらずチャレンジャー。勝者、日本ミニマム級チャンピオン、高田ベルトを守りました。初防衛に成功。イユニ。3対0の判定で高田ユニ、見事に防衛果たしました。先日行われた日本ミニマム級タイトルマッチ、高田ユニ対中島達郎ってことでね。うん、はい、まあ、この一戦。でこの5ラウンドで要は2人フルマークついてて、で6ラウンド目だよね、右ストレートね。そう、あれは効いてたと思う。であれはだから残り時間はそんななかったよね。なかった、うん、多分30秒ぐらいだったんじゃない、うんうん、7ラウンド目ね、5ポイント取られてて、うん、でもう7ラウンド、うん、もうここしか行き時ねえだろみたいな、うん、でしかもインターバル明けなんかちょっとおかしかったもんね、やっぱ立った時の感じ、高田選手が。ああそうだった、ちょっと効いてる感じあったわ。うん、いやあれはなかなか抜けないんじゃないかなと思う。見合っちゃってたよね。見合っちゃってたね。だからあの見合っちゃってたのはやっぱ高田ユニからすれば本当に良かったよね。まあだから逆に言ったらあのそういう風に構えてたんだよ、思わせるようにって、うんうん、やっぱ向こうからしたら打てない、うん、高田ユニもう実は戻ってんじゃないかっていう、うんうん、だからやっぱりいけない、うん、そういうものを発してたんだろう。でも状況的にでもさ5ポイント取られてたら、うん、あの場で回復してるかもしれないけど、うん、もう 100% 行くしかなくない、やっぱもう7しかなかったとは思う、うん、ただまあそこで高田ユニがそう振る舞ったっていう、はいはいはい、ところはあるんだけど、うん、もうそんなの関係ないよ、うん、うちのセコドのエビスとか、うん、サスさんとかだったら、うん、ブチ切れてると思うまあ俺はブチ切れる、俺はブチどうなるか分かんないけど、うん、あの状況でまあ多分もう椅子出さないと思う椅子も出さないし水もあげないあの、うん、終わらせてこいっていう意味でもうこれ最後の水だからあ出る前に分かってるよな、そうそうそう分かってるね、うん、これ最後の水だっつ、うん、ただまあ行く行かない本人だからね、うん、でも別にタイトル取れる取れない本人の人生じゃん、うん、行かないなら行かないって選択でもしょうがないんだけどそれたださその、この選手がタイトル取るためにスタッフとかも時間費やしてるわけじゃん、はいはい、コスト費やしてるわけじゃん、うん、それはいろんな時間とかいろんなもの、まあそうなったらやっぱまあがっかりはするよね。あれ12だったらどう、逆に 12? 12ラウンド制だったらどう、やっぱあそこの最初の1分とか行かなきゃダメじゃないで行ったら本当に効いてるのかどうかもっとはっきりするじゃん、うんうんうん、要するにアクションしなきゃいけないと、うん、例えば自分がもっとフェイントをかける、そのフェイントに対してもやっぱり反応がちょっと遅れてるのかとかさ、うん、ガードの上しっかり打ち込んでみてやっぱちょっと打ち返してこれないのかとかさ、やっぱその相手のダメージを測る作業はでもやっぱしなきゃダメじゃないの、うんうん、でやっぱ本当に復活してたらね、それはリングに立ってる本人が判断することじゃん。まあでもあそこだから7ラウンドが本当に勝負のラウンドだったね、あのまあその姿勢じゃない、結果的に倒せなくても、うんうん、結果的にね返り討ちに会おうと、まあやっぱりその勝ちに行くっていう姿勢、それがないとそもそも勝ち引き寄せれないでしょう、うんうん、逆に10ラウンド最終ラウンドはね高田選手がもう効かして、うん、で効かした後も決めに行ってたもんね、まあ、だから完全に取ってんのにそれでも仕留めようとするぐらいのね、うんうんうん、ものを感じたから、うん、そうなんかそういうのを見るとあなんかチャンピオンとしてのなんかボクシングをしてるんだなって思わされた。なるほどね、うん、だからね金子大輝が内山隆した時、これさっきもなんか内山隆で見るような話だよね、したしたした金子大輝が内山隆した時、金子大輝も10ラウンド目かなんかにダウン取ったんだよ、はいはいはい、
でポイントはもうそもそも圧倒的に負ける、うん、もう倒すしかない、うん、でもう向こう陣営は分かってるわけじゃん、うん、もう金子大輝来るってで俺がお前もうこれ最後のラウンドだとって言って送り出したんだよ。で結局あの11ラウンドで返り討ちにあって、うん、で金子だけ11ラウンド終わって帰ってきた時に試合終わりだと思ってあのお前最終ラウンドだとっていうのを本当に最終ラウンドだと思って12と思ってそうそうそう12とあの意味吐き違えるそういう意味じゃなかったんだけど